はいどうも、はじめまして、ブレブレです。今日はインフェルの武器集めで有名なハテナハテナハテナ変わらぬ日々を攻略していきたいと思います。装備はこんな感じになってまして、オーキッドで重要なマグマ砲で CA90 探知機5は、回収が楽なのでつけてます。特にね、爆弾とマグマ砲が必須ですね。ではね、本編いってみましょう。はい、まずはミッション開始しましたら味方を部隊に入れてください。で、目の前の卵に向かってマグマ砲をね、このように横にジグザグとしながら撃っていきます。そうするとね、卵が割れた瞬間火を浴びてくれるので、大抵のねアリは死んでくれますね。で、もしね食べ残しがあるなと思ったら、レーダーなのでね、赤い点を目印にしてください。続いては通路に出て卵を1個割ります。これも処理して、もう1個ね卵を処理してください。で、豆知識なんですけど、卵っていうのはダメージの値の合計で割れてるんじゃなくて、最初のダメージから一定時間経過すると卵が割れる仕様です。なので卵に向かって無限に銃を撃つなどは特に意味がないので必要ないです。ここの卵の処理が終わりましたら、道をね、道なりに進んでいって、卵が5つかな ?5 つあるので、こちらもね、処理していきます。道中の卵については、何で根気しても大丈夫ですが、マグマ砲がおそらく一番楽なのかなと思います。卵はね、割れた瞬間、中に入ってるモンスター硬直があるので、マグマ砲だと、結構ダメージが残ってくれるので処理しやすいかなと思いますね。で、ここもね、1、2、3、4つかな、4つ割っていきます。マグマ砲だと簡単に割れていきます。で、通路進んでいくと上に2つ下に2つ湧いているので、ここも処理してください。味方もね、結構な人数いるので、まあアーマーの値がそこまで高くなくても死ぬことはこの時点ではないのかなと思います。はい、ここの処理も終わりましたね。では曲がり角を曲がって、こっからがね、赤ありがめちゃくちゃ出てくる卵エリアです。ここは最速目指す人は自分のようにね、この後 C4 使って、 C4 じゃないですね、爆弾使っていくんですけど、爆弾は特に使わなくて大丈夫かなと思うんですが、自分は処理を早くするためにここで爆弾3つ投げて割りながら処理していきます。で、卵が羽化するぞって味方が言ったらC4 をね、爆発するイメージですね。心配な人は、もうちょっと時間を置いてから C4 爆破させても大丈夫だと思います。そうするとね、赤ありがすべてね、死んでくれますと。で、探知機があるので回収は楽っていうところですね。で、この後ね、CA90 爆弾を、でかいね、金ありに使っていくので、ちょっとね、この金アリを3匹処理した後はちょっと待ちになります。ちょっとだけですけど待ちになります。まあゆっくり倒してしまって大丈夫です。金アリはね、攻撃がめちゃくちゃ早いのと移動が早いので、金アリが出てくるときはめちゃくちゃ注意が必要ですね。黒アリと赤アリはそこまで、自分と同じ装備だとあまり心配しなくて大丈夫かなと思います。はい、ではね、CA90 のリロードがもう少し完了しそうってところで、金アリのでかいボスがいるところね、マザー金アリがいるところに行きましょう。走っていっても、特に気づかれることはないので、たまに気づかれるんですが、ほとんど大丈夫だと思います。で、ここの中に金アリのボスがいるので、ここに CA90 を10個、ポコポコと投げます。味方がビビってるんですけど、大丈夫です。はい、そうしましたら、後ろにバックしながら、このね、真後ろに進んでいくと、金アリの攻撃が届かないアンチなんですけど、金アリと普通のアリ処理しながら、普通のアリじゃないですね、デカアリに攻撃しながら、金アリをね、処理していってください。で、マザーがね、爆弾の前にいるなと思ったら、起爆で大丈夫です。多分これで死にましたね。はい、で、あとはね、金アリの小さいのを処理しつつ、前に進んでいってください。このミッションは、羽化したアリをすべて倒すと、味方がダウンした状態でも蘇ってくれるので、
まずはね、羽化している金アリを先に処理して、先ほどねマザー金アリがいた部屋の中で卵をね、羽化してない卵を処理していきます。これで最後かな。やっぱマザー金アリがめちゃくちゃアイテムを落とすので、まあ、美味しいっちゃ美味しいですね。回転数をもっと効率よくできれば、高レベのミッション、高レベの武器を集めるミッションに最適なのかなと思います。はい、であとね、天井に張り付いた金アリの卵を、まあ、マグマ砲で処理するのがいいかなってところですね。ただね、マグマ砲、自分はリロード星マックスなので、まあ、リロード6秒とかなんですけど、まあ、初期の段階だと 8. 何秒とかなので、できればマグマ砲ちょっと強い、まあ、せめてリロードが早いマグマ砲は入手しておいて損はないかなってところですね。はい、ではこれで最後なので、これで以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。地球防衛軍のね、動画他にも出してます、のでよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。